はい、今回はキャンピングカーの給水事情についてお話ししたいと思います。キャンピングカーを買う前とか、キャンピングカーを買いたての頃ってすごいそのキャンピングカーの水問題ってかなり重要なものだと思います。で、まあ我が家も実際そのキャンピングカー買って2、3ヶ月後に、まあ、本州の四国一周旅行に出て、さらにその3ヶ月後ぐらいに、近畿遊園地巡り旅行に出ました。で、まあ1回目が1週間ぐらい、2回目が2週間ぐらいの長期旅行だったんですけど、その給水はどうすればいいんだろうみたいなのがすごい結構な重要な問題として思ってたんですけど、まあ、今もうキャンピングカーで6年乗った今となってはもうその給水に関しては全然問題が全くない状態になりました。このキャンピングカーには、水道が2個ついてて、こうですね、2個あって、1個が20リッターぐらいのタンクで、ポリタンクなんですけど、でもう1個が、多分これ80リッターぐらいですかね、80リッターぐらいのでっかいタンクがあって、このでっかいタンクの方が、シャワーにも使えるものになってます。このキャンピングカーで使う水なんですけど、基本的にそのキャンピングカーのタンクに入れている水はもう手洗い用のみ。我が家の場合は、車内で料理とかもしないので料理にも使わないですし、洗い物にも使わないです。本当手を洗うだけのものなので、まあ切れたら切れたで別にっていうところはあるんですけど、飲み水とか、あと料理、そのうどん、鍋焼きうどんにこう入れたりカップラーメンに使ったりとかっていう水に関して言えば、旅行中はこれですね、アピュア水。これね、ドラッグストア森っていう、沖縄県だったらドラッグストア森っていうところに入れるんですけど、多分スーパーとかそのドラッグストアで入れられる水で、この、3ガロンでこれ確か200円ぐらいだったんですよ。200円ぐらい安じゃないですか。これで入れることができます。でこれ別売りなんですけど、これでポンプでこう水を出すっていう感じで、まあ、飲み水と、あと、まあ、歯磨きの水とか口に入れるものはこの水を使ってます。内地だったら全然どこにでもあるので、まあ、これで給水するっていう感じですね。これさえあれば、ずっと暮らせます。で、まあ、これがない場合は普通に2リットルで100円で売ってるじゃないですか、普通のペットボトルの水。ああいうのも今コンビニとかでも買えますんで、全然水に関しては全く問題がないですね。で、まあ、特にその給水、キャンピングカーで旅をしてるときにどこで給水すればいいのかみたいなのがあると思うんですけど、まあ、どうしても給水したくなったら、そのオートキャンプ場とかで、まあ、キャンプ場に入っちゃえば、入って給水をするっていう形が一つですね。で、あとは、まあ、ガソリンスタンドでタダでもらうっていうのも、まあ、一つの手なんですけど、なかなかそのガソリンスタンドで水くださいとかってなかなか言いづらくないですか。まあ、そういうのがあんまりこう言いづらくて言えないっていう場合は、これですよね、これ。これがアピア水。これが、200円ぐらいなので、これを買っちゃえばいいんじゃないですかね。これ11リットルなのでこれを3回買えばもう33リッターじゃないですか。なので、まあ、キャンピングカーの水が切れたら、まあ、これを3回買って、その3回そのタンクに入れちゃえば30リッターはもう補給ができる状態になります。まあ、30リッターで600円、あまり全然有料で買ってもいいと思います。まあ、キャンピングカーで、まあ、6年使って、まあ、出した答えがシャワーはもう使わないっていう。その我が家の場合はその沖縄県に住んでるので海遊びの時はよく使うんですけど、その内地の長期旅行の時は、まあ、シャワーは絶対使わないです。だってこんな狭いところで
シャワーに入るぐらいだったら本当500円600円出して、ね、そのご当地の温泉に入った方が全然いいじゃないですか、まあ、そのためのキャンピングカーって言っても過言ではないぐらい、まあ、そのための旅って言っても過言ではないぐらいの温泉っていいものだと思ってるので、まあ、そっちに絶対入った方がいいのでとなると、まあ、シャワーは使わないとなるとこのキャンピングカーの水のタンクはもう手洗いにしか使わないっていう状態ですね、うん、最初の頃ってみんなキャンピングカーを買って最初の頃ってその給水問題旅行中の給水どうしようみたいなのはすごく考えるとは思うんですけど、まあ、慣れれば全然給水なんかどうでもいいやっていう感覚、もう飲み水さえ確保していればいいので、まあ、我が家の場合はこのアピア水、最近はねこのアピア水ももうめ汲みに行くのがめんどくさくなっちゃって、あの2リットルの、ペットボトル1本100円じゃないですか。もうコンビニって昔ちょっとそのスーパーの方が安いみたいな、コンビニはちょっと高いみたいなところあったんですけど、今もうコンビニも安くなってるので2リットルの水が1本100円で買えるので、それ5本もあれば、まあ、1泊2日だったら2本もあれば全然足りますし、どこでももう水が買えるようになってるので、あまりキャンピングカーの給水に関しては重要な問題ではないと思います。